どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。はい、今回もですねタウンホール10のリプレイ見ていきたいと思うんですけれども、こちらまたしても投資さんのリプレイとなっております。ですね、今回はゴレゴプラス裏ゴレでこんな、施設カンストヒーローカンストで壁カンストということで、もうね本当にこれ以上強い村はないという村でございます。これから本当にね見てて安心して安定して星2が取れているなというリプレイなので、早速紹介していきたいと思います。まずはですね、このようにしてゴーレムを2体出していくと。そして後ろからですねサイドカット用の、バーバリアンキングとアーチャークイーンがね、それないようにサイドカットをしていきます。さあここでもうジャンプの呪文を打っていくということで、引き寄せの効果によってですねゴーレムが引き寄せられて中心部へ向かっていきます。あのですね、私の動画を、結構見ている方ならですね、私がクラン戦実況でなんかカンスト村にゴレゴで挑むっていう動画で紹介したんですけれども、このようにですね、ゴーレムを5体流し込んで、で相手の援軍をライトニングで処理して、アーチャークイーンで基本的にはタウンホールを取るっていうですね、このような、シナリオでゴレゴっていうのは行うんですよ。しかしですね、このようにタウンホールを破壊した時点で 31% なんですよね。で私の実況の中ではそのもうタウンホールを取った後にガーゴイルとかを数体出して、ガーゴイルが死ぬ際、間際でこう大工の小屋を破壊して 50% とかウォーとかね叫んでるリプレイありますけれども、このようにして外周ペッカー、そしてですねこちらにはいますよ、こちらにですね裏ゴレゴーレムが出てきました。そしてウィザードが数体出てくるということで、この時点でもう安定して 50%。 さあこちらにもですね、このように非攻撃地帯というものが存在するので、ここら辺にもですね、ガーゴイルが出てくるんですけれども、このようにして安定しますね。もうこの時点 60%、 はい、ここでもガーゴイルが出てきました。もうねこんな村からですね見てください、 63% ですけども、ほぼほぼ破壊してありますからね、ここら辺で、ね、もうもはやね、はい、てか本当にね、この戦術私もこれからちょっと真似していこうかなと。アーチャークイーンのレベルがものを言うかなという気もするんですけれども、ゴレゴプラスアーチャークイーンでタウンホールを取ると。そして、外周ペッカー、そして裏ゴレでパーセントを重ねていくと。ちょっと流れ的な、パーセントとかにもですね、注目していきたいですね。やっぱりねゴレゴは本当にねライトニングさえミスらなければアーチャークイーンでタウンホール結構簡単に取れるんですよ。しかしやっぱり 30% で終わることが本当にねゴレゴあるあるっすよね。本当にやっぱやった方多分わかると思うんですよ。本当ね 50% 遠いですしね、最近はエアスイーパーの導入によってそのパーセントの上がり方がちょっと変動してしまったので、結構パーセント取りにくくなったんですけれども、このようにして裏ゴレすることによってなおさらね安定感が増してくるかなと思いました。ということで今回はタウンホール10におけるゴレゴプラス裏ゴレのリプレイの紹介でした。ということでご視聴ありがとうございました。